田さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今粘れるアイドル、私たち水戸ご当地アイドルカッコカリです。よろしくお願いします。私たち水戸ご当地アイドルカッコカリは、茨城水戸を元気に、そして茨城水戸を全国に発信するために活動しています。まずはメンバーの自己紹介。カオホー。はい、カオホーいきます。マギチャッピー、ルルピー、幸せメガネのカオホー、ありがとうございます。カオホーです、よろしくお願いします。イエイイエイ。次はスイミン。はい、知ってる人は一緒にやってください。体にビタミン、早めのスイミン、みんなのさゆみん、みんなをメロメロにしちゃうぞ、さゆみんです、よろしくお願いします。イエイ。次、ココちゃん。はい、いつも元気なココ。スマイルかわいいココ。フルーツ大好きココ。今日も頑張ります、よろしくお願いします。イエイ。今日は急遽ゆるぽんがお休みになって、しまったので、この3人で頑張ります、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ね、はい、今日早速1曲目に行きたいと思うんですけど、はい、さゆちゃんちょっと困ってることがあって。何？水戸ご当地アイドル過去仮として、いただいた曲があるじゃないですか、うん、あれがね、うん、聞くだけで茨城の美味しい食べ物が分かっちゃうっていう曲が、そんな曲があるの？それをね、今日はね、一発目に聞いてほしいなって思うんですけど、はい、それさ、ミュージックビデオも撮ったんですよ。そうだね、うん、そのミュージックビデオがここでも撮影してるし、うん、茨城の観光名所とか、あと畑とか、うん、田んぼとか、ね、そういうところで撮影してる、ね、思い出深いミュージックビデオになってるので、はい、YouTube で上げられてるので、この後見てくれたら嬉しいなって思います。今日はこの赤い綺麗なステージで、そうね、歌とダンスも。思います。それでは聴いてください。茨城おいしいパラダイス。